ドニントングランプリコレクションドニントングランプリコレクションはイングランドのレスターシャーのドニントンパークに存在したレーシングカーの博物館である。1973年3月に設立され2018年11月まで45年間にわたって公開が続けられた。1971年にドニントンパークを買い取ったトム・ウィートクロフトにより この博物館は1973年3月にドニントンパークの敷地内に設立された。設立当初の展示品は自動車コレクターでもあったウィートクロフトの個人的なコレクションを中心にしたものである。レーシングカーの展示はほぼ全てシングルシーターで特にグランプリまたはフォーミュラ一向けに作られた車両を中心とした展示であった。コレクションの展示は ウィートクロフトが所有するレーシングチームで走ったドライバーであるロジャー・ウィリアムソンやデレック・ベルが乗った車だけでなく外部の他の所有者から譲り受けたり貸し出された車両などを加えて展示の拡張が続けられ100両を超える規模の展示が行われていた。展示品にはイギリス国内の F1 チームから貸し出された車両も多数あり、 マクラーレンとウィリアムズには展示用の専用スペースが用意され、両チームの1970年代から2000年代までの車両をほぼ網羅する形で展示が行われていた。車両だけではなく、ドライバーのヘルメットやレース車両に搭載されたエンジンも常設展示された。2009年10月31日にトム・イートクロフトが死去したことで、 同年末にグランプリコレクションも一時的に閉鎖された。この時は、翌年1月には、公開が再開されたが、この時期から、サーキットの財政問題を解消するため、売却される車両が目立つようになる。また、トム・ウィートクロフトの息子で、ドニントン・パークを引き継いだケビン・ウィートクロフトは、ミリタリーコレクターであり、ウィートクロフトコレクションとして知られる、多数の軍用車両を保有していた。 通常は非公開のそのコレクションの一部がグランプリコレクションで展示され始めたのもこの時期である。2017年1月、ドニントンパークの運営はジョナサン・パーマー率いるモータースポーツビジョン社に21年間の期限付きでウィートクロフト家から委託された。同年8月、イギリスの競争、市場長から契約が承認され、MSV によるサーキット運営が始まった。 2018年10月、MSV は、グランプリコレクションは、今後の継続が困難であるとして、翌11月をもって閉館することと、残った車両は、貸し出された車両は所有者に返却し、所有している車両は売却する旨を発表した。ケビン・ウィート・クロフトも、閉鎖は難しい決断ではあるがとしつつ、決定に同意する旨を語った。閉館後、 コレクションの展示に使われていた建物には、旧博物館という名称が付けられ、貸し出し用のイベント用スペースとして使用されている。ありがとうございます。